株式会社 AI によるデモ音声です。取材に応じた渡辺 GM は、吉川は短い間だったんですけど左の中継ぎの戦力として獲得しましたが、こういう世界なんでね、なかなか結果が出なかったというところ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。致し方ないというところという感じは、みんな結果的にそうですねと今回の決断について説明した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。これで西武の戦力外選手は榎田大輝投手35、小川哲也投手30、田畑慎三郎投手28育成、大久保自由投手21育成を合わせ12人。